ペチペチひなとイム略してぶっちひなフレーズ、ぶっちひなフレーンズということで、今回なんかすごい桜舞い散る部屋、なんかすごい変わってない？桜舞い散るなんちゃらみたいな。知らん。いや、お前もう後半知らんやん、お前昼クライムやん。じゃあなんか、だってでも桜にそぐわない何かない？この部屋。お前だな。いや、俺は違うだろ、お前違う、じゃあもっと他になんかあるやろ。猫がいる。いや、猫はいるって、桜舞い散るところに。いや、まあそうだけど見てこれ、これ赤い、これなんだと思う、これ血だ。血じゃねえよ、お前ぶっ殺すぞ、てめえ。おい、これなんだと思いますか、これ。わかんない、今血って言ったじゃん、私は。はい、レッドカーペットです。レッドパーペットうるさいな。レッドカーペット、レッドカーペットということは、レッドカーペットがあるってことは誰かが通るってことですよ。ジョニーデップ。え、嘘でしょ。そういうことですよ、誰かが通るってことですよ。じゃあいきますよ。じゃん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 じゃーじゃんじゃん、てってて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 てパパ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 パはい、ということで今回から新メンバーの参加でございます。自己紹介どうぞ。はい、どうもポンタです、よろしくお願いします。うるせえなこいつ。うるさいね。白い光の中に、ちょ、なげるな、痛い痛い痛い、ラララララ燃えて。なに、俺歓迎されてない。もう卒業シーズンだもんな、桜舞い散るレッドカーペットなんて。じゃあもう今入学したんですけど。違う、入学シーズン入学シーズンな、入学シーズンの桜なんですよあれはい、ということで今日からこの4人がプチヒラフレンズということで。ひゃーい、やばい、脱退していい。なんか変な目二人になっちゃったね今ね。え、なんかお前言われてるぞ、変な目って。ちょっと言われてますよマジ。え、お前がでしょ。え、どっちもだよはい、じゃあということで今回、じゃあ初回のマップやっていきたいと思います。今回のマップはこちら、どうぞ読んでください、なこちゃん。罠物語。罠物語って何。第1話始まりの罠、含まれる要素謎解きアスレチック、秘密のアイテムがどこかに隠されています。ということで罠が仕掛けられてるマップです。ちょっと頑張って罠、ちょっと多分ね、下に死亡回数って書いてあるんで、ちょっと死亡回数増やさないようにちょっと罠をかいくぐりながらちょっと脱出していきましょう。オッケー。ほら死ぬけ。お前いいのか、お前コマンドってものがあるけど。あー、ごめんなさい、やめてください、すいません。あーよし行こっか。よし行こっか。はい、ポチッとな。お、来た。罠物語第1話始まりの罠。始まりの罠って何、そもそも。始まりの罠。え、ちょっと待って、なんか、え、遅い。遅いぞ。いや、早いあ、そういうのじゃなかった。やばいやばい、マイクラ初心者だうわ、待って、これここが出口だ。これうわ、イグジットって書いてある。ここに多分鍵入れろってことやね、多分。なるほど。すごい桜だね。ね、めちゃくちゃ綺麗。いや、もう3月やもんな。そうだね、絶対そうだと思ったてか桜に触れたら死んだの今。え、そういうこと。怖っ、引き詰められてる。ちょ、殴んなってやばい、こいつ怒ったら怖いタイプだ。とりあえずこれ飛び越えよう。とりあえずこんなのをポイってしたらね、ほら大丈夫と。おい、来れるかお前ら。うわー、おい危ない危ない、お前。ああ、うそそっちにあるの。うわ、こういうことだよ、罠物語って。避けた先にもトラップがあるから、お前らマジ気をつけろ。怖っ。え、てか待って、え、ちょっと待って、この中に仲間外れがいる。え、誰。しかも2つの仲間外れをそいつは背負ってる。誰だと思う。お前だ。ちげえよ。あー、落とすなお前え、ちょっと違う、見てほら、いくよ。で、ひなこアンダーバーだよ、え、ポンタアンダーバーだよ、プチプチアンダーバーだよ。あれあれあれ、アンダーバーない。しかも一人だけ人間じゃない。ほんとだ。でも私気づいちゃった。何。ポンタアンダーバーだよんじゃん。あれ待って、だよんだ。ちょっと待って、 L 入っとるやんけ。はいはい、バレたバレた、やばいやばいやばい。ちょっととりあえず進んでいくか、これ気をつけないと。これ怖いね、罠あるどっかに。でも端って来てるから真ん中は安全だと思う。
危ない。うわ、ギリギリやんけ。やば。でも、な、入れないよここ鉄扉。ほんとだ、なんか、鍵が設置しないとダメかも、鍵。うわ、危ない。ああ、うそ。今、わざとだろ。あいつ今、自分から入ってったよね、今、自分から。あ、ここ入れるよ。行ってみようよ、そこ。ここ入ってみようか。あ、誰かいる。妖精。いやあ、おっぷの。このとこ落ちてきた、びっくりした。そこの君、だって桜の苗木を持っていないかい。持ってないね。持ってないです。持ってない。誰も持ってない。あ、桜の苗木3つで鍵が手に入る。桃色のコンクリートに設置可能。こいつさ、名前見て。妖精。妖怪じゃない、どちらかというと。あー、妖怪だー。え、どこ。お前だよ。とりあえずこの先行けそうだけどな。あ、ほんとだ、行ける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 。行ってみよう。これでここ登ってこうだ。よしよし、こっちだ、こっちついてこい。桜の苗木何、3つ必要なんだ。そう、桜の苗木を3つ探しに行こう。3つ手に入れたら桃色のコンクリートに設置可能な鍵が手に入るって。なんで2回言ったお前。え、言ってた。あ、待って、分かれ道。俺じゃあこっち行くわ。こっちこっち。あ、じゃあ俺こっち。じゃあ俺もこっち。誰も来ん。誰も来ん。じゃあそっち誰か曲がって。じゃあ俺も行こう。曲がります。じゃあ俺まっすぐ行こう。わあ、行き止まりだ。行き止まり、行き止まり、行き止まり。おい、なんか出てきたよ。おい、うわあ、なんかある。ホラーゲーム。ホラーゲーム言うなお前。あ、待って、俺のところあれだ、チェスト終わった。どうした、どうした、どうした。くっそー、上の桜に殺された。なんか開いてるけど気をつけろ、トラップがあるぞ。え、でもチェストあったよ、チェスト。行って行って、気をつけろ。え、なんか行けそうだけど。じゃあ殴んなって。あ、でも大丈夫だよ。開けて開けて開けまーす。あー、早速苗木の桜入ってる。苗木の桜。ナイス、桜の苗木だ。え、ここはそれ1個だけだった、こっちは。違う違う、こっち。あいつらバカだから私の行き止まりだに騙されてるんだ。うわ、あれ行き止まりじゃないの。そういうことね、あいつらバカだ。ほらね、ある。あー、ホップね、バトトラップだ。オッケー、これ開けるよ。はい、お、桜の苗木2つ目。やった。ってことはここにもう1個あるっぽいぞ、多分。どこだ。ね、臭い足。やめろお前、殴んなって。お前密集しとる人が。くんなくんなくんな。おい、お前殴んだ、こんな。おい、初回からこんな仲悪くて大丈夫かお前ら。とりあえずこっち行ってみようぜ。こっち行ってないから。うわー、怖っ。なんかありそう。行け、早く。あ、チェストあるよ。行け、俺らここにいるって言っとくから。おい、来いよお前ら。おい、おい、やめろ、叩くな。おい、やばい。もう、え、待って、これ大丈夫か、これ。おい、誰が行くか、誰が行くか。待って、遠目から。お、やめろ。あ、待って、遠目から。お、やめろ。あ、待って、遠目から。じゃあお前ら取ってきて、俺ここで待ってるから。どうぞ。よし、開けまーす。え、何してる。ちょ、あの妖精の前が穴になった。え、よかったね、あいつ送り出しといて。くっそ、よかった。じゃあ開けまーす。はい、あ、桜の苗木ゲット。3つ目。ナイスナイス。早く持ってきて。なっちゃった。え、どこ。あ、来てる来てる来てる。あ、ここか。おい、ポンタに、ポンタに叩かれるぞそれ。え、何どういうこと、どういうこと、どういうこと。急げ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 、早くひらがで急げ。あいつやってくるぞ多分。やばいやばい。おい、ちょ、もう仲良くしよう。ほら、とりあえずちょうだい、その桜のやつ。気をつけてね、本当に気をつけてね。え、オッケー。じゃあ、振りじゃない、振りじゃない、振りじゃない。振りじゃない、振りじゃない、振りじゃない。おい、早く、危ないやつだな。はい、じゃあ、はい、プチ。あ、お前さ、お前取りに行ってこい、お前。あー、ダメだ、取れない。これ取れる、大丈夫、待って。行くよ。あ、取れた。あ、ナイスナイスナイス、危ない危ない。あ、じゃあポンタポンタ大丈夫だ。おい、大丈夫じゃないから。おい、ふざけんなお前。あー、うそ、なんで落とすんだよ。ほっ、おい、もうナイス。くっそ、こいつら。ということで、じゃあこの鍵を、じゃあ交換しに行きましょう。ってことで、じゃあこの鍵を交換しに行きましょう。あれ。ということで、この鍵を、よし、オッケー、3つで、オッケー、桃色のコンクリートに設置できる鍵を1つゲット。ナイス。じゃあここでちょっと途中経過、死亡回数ちょっと言ってみるか。はい。じゃあ俺8回。俺6回。3回。6回。こいつ、こいつ早く。やめて。殴れ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 。するするするって、やめろって、やめなさい。
ちんだよお前が。まあまあ行くぞ。さてじゃあ桃色のコンクリートに設置可能だからここか。ここ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 。え？あそこか。よしじゃあ設置します。はい。オッケー開いた。じゃあ私あんまり死んでないから先行くよ。あオッケー死んで。あでも何もないよ。うわこれ多分アスレチックじゃない？ちょっとボタン押してみてそれ。押しまーす。はい。うわ。え？うわ。何？え？うわマリオだ。マリオのあれだ。痛い。そんなことある？うわ待って待って待って、これに惑わされて見てねえアスレチック。あー分かんなくなった。うわーそういうことだ、多分きっとおとりだったってことだ。とりあえず行ってみるか。じゃあレッツゴー。ちょっと行ってみるわ。あ行けそう、ま、曲がって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 、行けそう行けそう行けそう。あ普通に行けそうだよ。あバーカそこ後ろか。なるほどね、登ったりすることはないと。行けるじゃんこんなん、まあ、多分行けると思うよ。この辺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 。おいいよいいよいいよ。お順調順調。どこ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 。おうまい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 。あいけるかも。多分ねちゃんと見ればいける。あいけいけ多分飛ぶ。オッケー。いけるおうまい。ナイス。オープナー。オープナー。よしどんどん行け。もうそれボタン押したら出てこないそれ。行くぜ。あお前二人乗りは無理やって。頑張れプチプチ。ボタン一回一回消えるの？一回一回消えますね。あ消えるんだ。あじゃあお先失礼だな。よしオッケー。ナイス。あ意外と簡単。よし行きまーす。これいけないやつはやばい、ね、これいけないやつはもう脱退やな。はい脱退。早いわ。じゃあ行くか。どうそっちるよ。え？いや落ちないよ。どうせ落ちるともう危ない、もう危ない。あー嘘。行きます。さあ行け。ほい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 。はいはいはい前前前右右右前前前前。待ってあいつ頭になんかひよこってあるんだけどなんか。ひよこがこっち見る。顔が2つあったんだ。初めて見た。あこれるこれるこれ。行ける。あっしゃー。ナイスー。うわマジか。さああとはあいつだけだぞ。まあこれで行っちゃうからね。あ何のボタンだろうこれ。はい、おい押すなお前おい。じゃあ俺もう行っちゃうもん。よし行こう。邪魔だよお前。お前このクソ野郎。よし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 。おいいいけそうじゃない。ちょっとちょっと進めないと。やばい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 危ない。あでも行ける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 。ジャンプジャンプジャンプ。よっしゃなんか楽しそうだなあいつら。誰これってないと。なんか一人遅いっすね。もう勘弁してくれよあいつら。あでもいけるいける、もう一回クリアしたからいけるいける。よしチェスト開けよっか。オッケー。おいふざけんなデビルよ。オープン。あ桃色の羊毛に設置可能の鍵手に入れたよ。ナイスあやりたい。いいよ待ってるよ。はい終わった。待ってやばいやばいやばい。戻れ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 。やばいやばい。じゃあ謝罪してやつから出してやろうさ。お前は何を述べるんだ。はいすいませんでした。そんななんかゲイみたい、お笑い芸人のゲイみたいな。さあお前はなんだ。ごめんなさい許してください。しょうがないな。はいどうぞ。よーしどうぞどうぞどうぞ。お前ふざけんなお前ごめんなんだこいつ。反逆罪で処刑するぞお前。あ殴れなかったクソ。もう反逆罪だ反逆罪だ反逆罪だ。反逆罪だ反逆罪だ反逆罪だして。あれでもなんか手に入れたんだよねこれ。何の鍵？ここ羊毛か。開ける？開けてください。はい痛い痛い痛い。もうトラップやだ。もう心臓バクバクしてくる。じゃあ次のエリア行きましょう。なんだこれ。お、なんか書いてある。なんだこれ。ねえポンタよくない。あーちゃん。うわーこの人。おい開けろお前。もうごめんねプッチ、ポンタがちょっと。じゃあ俺じゃない。最低だわマジで。ダメだなちょっと。いじめられてる。じゃあじゃあちょっと私エリア来たけどなんかね書いてあるよ壁に。数字は左右反転だって。左右左右どういうことなんだろうこれ。じゃあなんかボタンあるから押してみよう一旦。はい。ん？あ、え？お。八五二か七。あ、反対文字だ。三八二。やばい。ああ！ダブルクロスだ。え？三八二七だった気がする。三六八二七。いや、五あった五。五って反転したら二じゃね？あ、反転させんのか。おいバカ。
待て待て待て、もう一回言って。三。三六八二七。オッケー。これを何するのこれを。入力する場所。あっちじゃない？え、入力する場所ってあったっけ？向こうに普通の扉が。ここここは？ん？ここ？え？あれ？え、何してんの？あれ？俺今どこにいる？あーおい、なんでだよもう。なんで落ちてるんだよお前。あよし、オッケー、じゃあこれ入力していきます。これでオッケー。ふざけんな。今入力モードだろ今。くっそ、足場すくな、足場がなんかもうすごいことになってる。なんか氷山の一角みたいなことになってる。でじゃあこれでオッケー、36827来ました、入れます。はい、おコードが認証さ、いやー、危ねえ、危な、最後まで言わさんかよお前。やった、生き残った。よし、チェスト開けます。オープンオープンオープン。で、はいどうぞ、チェスト開けて。はい、桃色のなんかテラコッタに設置可能です。模様付きのやつ。オッケーオッケー、よし、これの方がショートカットでしょ。いやー、誰今殴ったの。ポンタ。俺じゃないって。あー始まった、また。いいんだ、鍵持ってるんですけど私。ほら、あ、ポンタポンタ。え、俺のせい。ポンタ謝れって。謝れ謝れ。ペコさん、すいませんでした。お前だよ、ペチペチ。とりあえずじゃあこれがテラコッタだから。最後っぽくない、なんか最後っぽいな。あ、やばい気がする、ここ。これこれやばくない。おおおおおお、いや大丈夫大丈夫、ほら大丈夫大丈夫。ほんとだ、設置。はい、オープン。うわー、危ねー。やいやいくそ。ねえねえ、チェストあるよ、チェスト。ほんとだ、もう安全ポジション獲得したから私。ちょ、俺もアンチアンチアンチ。うわー、これまたアスレチックっぽいな。ボタン押してみるか。押すよ。うん、はい、どうせ来る、なんか来る。ほらね、ほらね。あれ、なんか起きた。え、ボタン押したけど何にもなってなくない。あ、もう一回押すね。え、あ、お、あ、普通に始まった。アスレチックだ。うわー、覚え芸のアスレチックだ。うわー、苦手。え、待って、むずくね。いや、むず。え、待って、むず。かまぼこみたいじゃないの。いや、ちょっと余計なこと言わんといて。ちょっと待って、覚えた。いくよ、レッツゴー。こっち、こっち。はい。早すぎだろ、落ちんので、上で、右行ってで、ゴールか。あ、なるほどね、分かったわ、私も。よし、押して。はいはい。ちょちょちょ、タイミング。で、次行くよ、押すよ。はい、誰。俺行くよ。はい、ごめん。はい、あー、はい、次ポンタ。むずい、覚えらんない。アホそうな顔してるもんな、こいつ。よし、覚えた。アホそうって言うな。行きます。はい、行け。はい、ほい。あ、もうダメだ、こいつ。うそー。あ、自分で押して、どうぞ。あ、え、誰も押してくれない。押してほしい、それとも。うん、押してほしい。わかったよ、せーの、はい。ちげえよ、そういうことじゃねえよ。さあ、行きます。はいはい。あー、ごめん、プッチ、押した意味も何もなかった。あいつ、もう俺行けんのにな。言ったな、お前。じゃあ次、プッチの番ね。あ、おいよ。押してあげるよ、本当に、ちゃんとボタンを。オッケー。おいおい。あ、違う、間違えた。はい、ごめん。はい、誰やる次。じゃあやるよ。はい、じゃあ俺やるわ。なんだよお前。はいはいはい、うまいよ、いいよ、うまいうまいうまい。はい、あ、いけるいける。あ、いける、これは戻る。はい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 、オッケー、オープンでー。おー、怖い。オープンでー。危なー。怖い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 。ほら、言ったでしょ、楽勝覚えちゃったもん。もうどっち言って、プッチ覚えてんなら。まず前、後ろ。次、はい、誰かどうぞ。じゃあ俺次のやつ言うわ。よし、オッケー、じゃあ行きます。はい、前。はい。あいつさ、なんで最初で死ぬ。一人ずつじゃなくてみんなで行きゃいいんじゃね。確かに、行きましょうか。あれ、待って、どこにいる。あ、そっちか。あー、嘘ー、落ちた。よし、置いてこう、行くよ。はいはい、前。あ、右斜め。あ、前。あ、じゃあ横だった。
よし、行きます。はい、前、右斜め、あ、横、あ、後ろ、あ、前だ、後ろ、あ、後ろか、やばい、横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 めちゃくちゃ適当なんだけど、あの人行くよ、はい、はい、前、斜め、はい、み、横、はい、前、で、次後ろ、あー横、横、横、で、前、で、横、あーで、後ろ、で、戻れ、戻れ、戻れ、で、右、隣、で、斜め、で、行け、オッケー、来たー、ナイスー、ナイスー、オッケー、じゃあ、行くぞ、ポンタ、よし、行きましょう。はい、前、斜め、斜め、危ない危ない、こっち、はい、前、前、後ろ、戻る、前、後ろ、横、こっち、え、上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 、あ、でも行けそうじゃない？で、そこまで行ったらね、一周回る感じ？ぐるっと、あ、なるほど、行きます、オッケー、はい、前、斜め、あー、嘘、早い、うわはい、はい、前、前、はい、斜め、横、はい、前、前、はい、戻る、戻る、はい、横、横、上、上、はい、右、隣、こっち、はい、戻る、はい、もう一回戻る、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 戻るあとちょっと、あと2個だよ、オッケー、戻んのね、あそこ、あそこ戻る、行きます、はい、はい、前、斜め、こっち、はい、横、上、前、はい、戻る、戻る、横、横、こっち、はい、隣、こっち、はい、その隣、戻れ、戻る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 、横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 、だって一個ずつしか進まんだあいつら、学べる量が少ない、もうダメだ、はい、前、横、はい、斜め、横、はい、前、前、戻る、戻る、はい、横、横、はい、上、上、はい、よ、隣、隣、はい、隣、次戻るよ、はい、戻って、戻る、で、斜め、あ、横、こっち、こっち、あ、これ、よっしゃナイス、さあ、あとは一人、ポンタだけ、いく、置いてかれた、怖い、あ、ポンっていけ、ポンと、ポンとやろ、ポンっていけ、ポンと、はい、ポン、はい、ポン、あれ警戒だよ、はい、後ろ、はい、来た、前、前、ちょ、こっち、こっち、こっち、ない、前よ、おい、は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 い、隣、戻れ、戻れ、戻れ、はい、もう一回回転ね、戻る、戻る、あ、右、はい、斜め、いけ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 、おい、ナイスーナイスー、オッケー、じゃあチェスト開けます、はい、お、出口の鍵ゲット、おおよし、はい、帰るぞ、うえやだ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 、私そのボタンで戻りたい、絶対、よし、バトロワ始まった、バトロワ、今せーので飛び込んで、あのボタンを一目散に押して、あいつを送り返そう、オッケーか、オッケー、かかってこい、せーの、はい、おー、なんでやったー、最後俺だけ、あ、えっと、危なっ、 え、 え、なんで今更、え、怖っ、え、開けて、あ、だから鍵持ってる、こいつが、ほら、鍵持ってるから出れないよ、お前は、いいのか、お前、鍵捨てるぞ、お前、お前、いいのか、もう出ちゃうよ、出ちゃうよ、やだやだやだやばい、やばい、やばい、よし、じゃあ入れるよ、これやっと、やっと出れる、よし、鍵を、はい、やったー、あーよし、行こう、みんな、よっしゃー、出れるぜー、おい、置いてくなって、おい、エンドプチプチひなこ、略してプチひな、ところでひなこちゃん、今回もダスマップやっていきたいと思うんですけど、はい、もうちょっと今日はちょっぴりホラー、え、やだ、やんないよ、ちょっぴり、ちょっぴり、ほんのちょっぴり、小さじ1杯ぐらい、ホラーなの、ま、タイトルを言いますと、それは死っていう、え、なんか、ど、あ、わかんない、どっちかかな、死なないと出れない系のダスマップとかの可能性もあるから、ホラーじゃないかもしれない、それだったら、そう、だからちょっぴり、だから小さじ1杯分ぐらいみたいな、でもめっちゃ追い回されてひたすら死ぬパターンもある、まあ、とりあえず本読んでみましょう、ちょっと、オッケー、これ見たらわかるかもしれん、読みます、はい、ダウンロードしていただきありがとうございます、今マップは即ストラップ、あ、なるほどね、即ストラップをテーマとしてダスマップとなります、隙間や謎解き要素はございませんので、ごゆっくり死をお楽しみください、なのでホラーではないです、うわー、だからなんかそのトラップ系みたいな感じか、ショボンみたいな感じか、もうこっちだと思っていったら、ここがここが完全に正解だと思っていったら死ぬみたいな、大変だね、まあ、とりあえずやっていきたいと思います、スタート、はい、うわー、もう最悪最悪だー、あー、いった、避けたら死んだ、もう絶対に死ぬんかってことは、これやられたね、完全に、ここだけ生き残ってたんか、ここにいたら、確かにうわー、やられた、まあ、とりあえずなんかカーペットもあったけど、これは関係ないのかな、これは、いらないやつだと捨てていく、はい、あとあっちにさ、本があるよ、おい、
おおおい、なんじゃいこれ。でも生き残ってる。じゃあこれあれだな、なんか起きた時にすぐその場から離れとく良さそうだな。あー、これ大丈夫か。さすがにここは平気。本当にほら、お平気じゃん。お船、え、なんかと、え、今え、今見た、なんか棒出てきたから飛び乗れないみたいなやられるとこだった。これも出るんじゃないの。怖い怖い怖い、ビビってビビってる。今死んだ、生きた、生きてる生きてる。あ、え、あれ待って、じゃあブロックがある、なんか避けるんだね、オッケー。こういうことだ、え、あ、でもそういうことで合ってるよ。え、あれいけるこれ。2マスある、もしかして。あ、1個だけか。あ、いけた、あ、ダメだ。あ、なるほどね、いけるはいけるのね。あー、やばい、透明だからちょっと分かりづらいぞ。分かんない。あ、いけた、ほんとにここに1マスあるって感じや。あ、ナイス、オッケー、いけた。怖いよ、怖い、ここにいる。あー、危ない、お、怖い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 。オッケーオッケー。じゃあこれ読んで。読みます。はい、よくここまでたどり着いたね。たどり着いた記念に何か。ごめんね、ここは何もない。続き頑張ってね、だって。あ、ひろちゃん、戻ってきて。ここになんか道できてる。あ、騙された。うわ、そういうことか。え、怪しい、ここ。これ怖いよな、これ。あー、うっそー。あー、かわいそうに。私、生き残ってた、なんか。どうやって行く？いや、今なんか、あ、ほら、ブラックじゃない。ブロック出て、ブロック出て、ブロック出て、多分消えてったんだよな、ほら。あ、そういうことか。で、こっから行くってことか。行こう。はい。ほいほい、オッケー、ほいほいほい、オッケー。最悪。タイミング悪い。まあ、そんなに難しくないからいけそう。全然いけそういけそう。よいしょ。え、待って、これ頭打ち、うわ、乗るの大変。そっか、そもそも、ちょっと待って、こっからどうやって行くんだこれ。待って、出るやろ出るやろ。え、扉に落とされた。そうか、これ B 版だからダメなんだ。どういうこと？え、これクリアできる？これできるくない？え、嘘。ブロック出てってはしごの方いけるよ。え、ブロック出てた？出てる出てる。またやっちゃった。もう最悪。オッケー、いけた。どうやっていくのそれ。あ、こっからどうやっていくかって話。あ、そう。あれ、これ乗れないの？乗れないよ、 B 版。え、じゃあどうやっていくの？え、行けないじゃん。なんか行く方法あんのかな。乗れる体じゃない、でもどう考えても。乗れる体だよね、でもそれ見た感じ。ひろちゃん、んそれなんか仕様もうバージョン変わっちゃって仕様変更されたみたいな。なんか扉の上乗れんかったから、もうそれはしご置いた。しょうがないね、これはもう一応勝手に置き換えたけど。ああ、プッシュさん、私は多分こっちに行けばいいんだよね。ねえ、プッシュさん、大変なんだけど。え、これ何、1マスでさ壁よけすんの。私ごめん、何も見えてない今。頭打ってる。あー、もうこれもう頭打ち苦手や。待ってても意味ないからポンポン行こう。これあーと、うん、よし、わかったぞ。わかった、こっちだ、こうだ。おい、なぜ。そしてこうだ。あー、惜しい。わかったわかった、なんかあれトラップだよ、プッシュさん。何が？1マスで避けるのかなって思いきや、多分はしごに行くのが正解だと思う。あ、そういうことね。俺もう飛び込み選手権のチャンピオンやもん俺。あ、これた。私これたよ、別に。何チャンピオンしてんの。飛び込み選手権のチャンピオンやもん今俺。オッケー。これた。もう、あ、走るチャンピオンは違うな。あー、もうなんだこれ。そういうマップなんだって、これは。くそ、地味にむずいんだよな。あ、やばい、嘘、あ、嘘、あー、くだらない落ち方。あー、もうもうちょい後か。 B もう全然違うんだよゲーム。あー、もう意外とさギリギリだよね、 B の方が。ギリジャンが、あの幅がね、距離が全然違うんだよね、なんか。よいしょ、よし、来た。ほいほいで、あ、消えた。ほい、あ、最悪、もう難しすぎる。
うるさいな、笑うんじゃねえよ。かわいそうになってきた。もういかに早く落ちるかの RTA やってる人やもん、もう俺。いやーもうダメだ、もう邪魔だったら絶対これで飛んでるはずなんだけど、全然飛べんのがもうなんかわからなくなってきた。落ちてる状態で飛ぶのね。落ちてる状態ではもう落ちてる。じゃ邪魔の話、邪魔だともう落ちてるけど、こっちだと落ちてないみたいな。まあそういうことになるね。あー絶望だ、かわいそうね。よし、で向こうのはしごに飛び乗って1,2,3マス一上のはしご。ガチえぐいことさせられるじゃん。ふい、あーもうちょいだった。やばい、もうダメだ。頑張れ、お願いだよ。私も結構難易度高くてしんどいよ、これ。ああ。私が頑張ってくんないと。もうダメだ、もう。え、なに？なんで？今行けてたじゃん。いや、もうなんかダメだ、もう。違う違う、一回行けたら落ち着いていくんだよ。ポンポン行くから死ぬんじゃん。落ち着いていってる、落ち着いて。もう投げやりになって落ち着いていってる。投げやりじゃん、それは。真面目にやって。バニーステップジャンプだっけ、これやるとできへんのや。できた、よし。あ、違う、あ、もうおい、怒ってる怒ってる、やばい、もうモニターどころかもう家破壊しそう。いいんじゃない、はい、大家さんに怒られる。怒んないよきっと、それはしょうがないねって言ってくれる。じゃあ壊す。はいはい、よし来た、ナイス。出てきたら飛んで、こっちに飛んで、で向こう側のはしごで、でそっちにはしごあるじゃん。3マス1上だから乗れるはずなんだよね、そのはしごは。あー、やっぱそのルートな気がするな。あ、最悪、焦っちゃったじゃん、もう縦に動けなくなっちゃった、もう。何何してんの。あ、動けた。挙動がおかしいんだよ最近 B1 なんか。あ、挙動じゃないよ、下手なんだよきっと君が。違う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 、死んでからすぐの挙動がおかしいんですよ本当に。あ、それはそう。よし来た、あ、いけた、ナイス。あ、そこの角に行くのか、ここに行けばいいのか。そう、行ける場所がある。こうで、こうで、で、あ、最悪だ最悪だよそれはもう。よし来た、ほい、よし、はしご、行くぞ。あーあー、くっそー。うるさ、うるさ、ちょっと待って、耳壊れるて。ね、あの、ナイナイの話をすると、ペスさん今眠くてね、機嫌悪いの。どうだよ俺、もう何時間起きると思ってんの。誰かさんが起きるのずっと待っとったんや、もう俺。私だ、ごめんね。もう、よし、終わったら寝れる。終わったらもうすぐ寝る。2秒で寝る。2秒で。何もせず2秒で寝る。機嫌悪いのにこんなマップよく持ってきたよ。持ってきたのお前やろ。難しすぎる。はい。あー、もうここダメだ。はしごができる気しない。あ、もういたのね、ごめんね、順番待ちさせて。大丈夫、休憩してる今。休憩してるのか。休憩してる。おし、おし。オッケー。すごい苦手なんだよな、私。じゃ、行くね。行ってくれ。よし、私ははしごやります。はい、乗る。あー、最悪、今乗ったよね、絶対。今乗ってて、ナイスって言おうとしたけど、なんか左に行ったよ。なんか、画面、グイってやりすぎて、左行っちゃった。おい、もう、さあ。見づらいんだよな、同じ色で。よし、あ、ナイス。で、こっちか、あ、こっちか。いや、でも、どうだろう、柵に乗るんだよ最終的に、多分そこのどのルートから行けそうかって感じだと思う。え、これルートマジで分かんないんだけど。でも多分この出っ張りさんに乗るんじゃない、ここのブロックから出っ張りさんに。じゃあ一旦その出っ張りか。あ、最悪、来た来た、オッケー、ナイス。あ、待って、一旦呼吸、深呼吸。ナイスナイス。で、これミスりたくない、行くぞ。おかしくなっちゃう、ぶち切れ。落ちてる。もう最悪なんだけども。かわいそうすぎる。でも私そこまで生きてないからまだマシだよ、ぶっち。でも
なんか一回行けたってことはまた行けるってことだから、なんか元気出るね。一回行けたのに行けなかったのが元気出ないんだよお前。違うって、こういう時にポジティブ忘れると人生大変だよ。何それ、なんか人生の先生みたいな。人生ポジティブに生きないとね、損しかしないから。よし、いけるいける、私にもできる。プッチにできたなら私にもできる。ほい、オッケー。あいつ太陽みたいな性格しとんの。褒めてくれる、嬉しい。そこ難関はしご行くね、私。オッケー。はい。あー、ダメだ。でもさっき私は行きかけた、できる。太陽すぎてみんな焦げちゃうよ。みんな私で焦げればいい。よし。ちなみにどうして私がプッチにポジティブな言葉投げかけるかわかる？わかんない。もう私できる気しなんか、プッチ言ったらじゃあちょっと TP していいっていう準備してるからなんだ。俺に全部をなすりつけるために俺の応援団やってて草お前。やめて、お前チアリーガーじゃないんだからお前。あマーライオンの水みたいなの出てきた。もう気がついたらもう死んでる。知らないうちに。知らないうちに死んでる。気がついたらもう。はい。ああ。おかちゃったわ。あ、ポンポン行くわ、ポンポン。ほい、オッケー。もうそれは死っていうタイトルがふさわしいな、マジで。そうだね、今死んでるもんね、なんかメンタルも。多分560回ぐらいはもう死んでる。嘘つくなって。うい、焦ったせいです。あ、なんか楽しいこと考えない？いいよ、そしたら元気出るかもよ。じゃあ楽しいことを連想ゲームしよう。 OK、打ち上げ花火。打ち上げ花火で死んだ人。あれ、おかしいな。じゃあジャングルクルーズに出てくるワニ。なんかおかしい。あれ、支配されてるダークサイドに。じゃあサーカス。炎。いや、ダメだ。もう末期だこいつ。あ、よし、いけた。あ、いいえ、ダークサイドいけるな。ダークサイドの力は無限大な気がしてきた。なんでそれでいけるんだよ。こっち楽しいこと言いまくってる間一回もいけてないんだけど。嫌なこと言っとこう。濡れた靴ひも、濡れたドアノブ、湿ったタオル。濡れたシリーズ出してきてる。よしよしよし、いいぞいいぞ。あ、ほら、いけるいけるいける、ダークサイドいけるぞ。ダークサイド気分はダークサイドだ。私できないかも。そら豆の茹でた時の匂いすっごい嫌なんだけどさ。ほっほっ、あ、やばい、待って、落ちた。戻ればいいんだこれ。戻れるよなこれ。で、待って、もっとダークサイド。ダースベイダー。いや、いけすぎだお前。ボスにしてよし、ダースベイダー。よし、私やっと来れた、ダースベイダーのおかげで。よし、クッパ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 、行くぞ。クッパ、おい。おー、やったー。行くぞ。次はなんだ。なんか悪役、悪役、なんかマレフィセント。マレフィセント、行くぞ。マレフィセント、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 イエーイ、マレフィセント、イエーイ、やったー、天才来たー。あとなんかコマンドがあるんだよね。これ何、これスポンジ点かもよこれ。とりあえず最後チャレンジさせていくよ。ああ、ね、止まらずに行くから私今から。ほいほい、おいおいおい、いけてるよ。ほい、気分は爽快、レッツゴー。ほい、さようなら。おお、あー、来たー。あー、よかった。やったー、ありがとうプッチ。さすがに優しい世界やった。無理かと思った。さあ、この先あとなんかマグマと水があるんだけど、これ多分マグマの方がいいんじゃね。ゴー、マグマ、普通にマグマかよ。よし、じゃあ水ってことだな。え、バリアブロックが上に引いてある。あ、マグマから見たけど、ここスライムブロックだった。ここ全部。あ、なるほど、やったー、いけたいけた。あ、じゃあどっちか選べって思わせといて、どっちも外れってことだったんか。なるほどね。よし、次のエリアだ。なんだこれ、まさかとは思うけど、ボタン押せなんてことないよね。ボタン押せないなんてことないよね。あ、押せないなんてことないよね。あるよ、ボタン。はい、お、置いと。え、え、なボタンだらけなんだけど。あ、おい、落とし穴だ。はぁ、あ、ボタンを探せってことこれ。そういうことだ、正解の。え、俺ボタン押してないよ、でもそれ。だから空いてる間にこれを押すんだよ。押したらいけるってことだよ、ほら。あー、あー、そういうことね。押してる間はいけたもんだって。はい、あー、痛い。そういうことか。これダブル挑戦しよう、ダブル挑戦。
あ、オッケー、よし、いくよ、せーの、はい、これで押す、はい、で、ここ、はい、おー、オッケー、やったー、コーンガラッチ、あー、びっくりした、びっくりしたー、もう、もう、あー、びっくりしたー、びっくりした、ひなこちゃん、なになに、どうしたのプッチ。なんかね、あっちにね、遺跡があったり、遺跡すごくね、新しい発見だよ。遺跡そんなあるはずないじゃん。ほんとだって、もしかしたらマヤ文明の遺跡かもしれないよ。一緒に行ってみようよ。マヤ文明の遺跡はもう見つかってるでしょ。何を言ってるの。じゃあ新しいマヤ文明の遺跡かもしんないじゃん。分かったよ、行ってみよう。行こう行こう。もしかしたらほら、クリスタルスカルとかあるかもしれないよ。そんなあるはずないって。俺の頭蓋骨から作ったクリスタルスカルが欲しいなと思った人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してください。今多分マイナス100人くらいになったよ。え、そうなの。おお、お、何何、何、なんか穴が開いて急に落ちたんだけど、何、まだ燃えてるよひなこちゃん。しゃがんでしゃがんで。違うね、まだ火が鎮火されてない。あ、鎮火されてないの。オッケー、消えた。おお、びっくりした。これ遺跡って、え、遺跡今なんか振り入れようと思ったらいきなり落下したんだけど、何、んー、え、出れなくない、ね、待って、きっと未開の地なんだ、やっぱ人が入ってないんだよ。え、出たいんだけど私、早く。とりあえず脱出するか。あ、これなんかすごいイグジって英語で書いてあるんだけど。出口の鍵みたいなのが必要なのかな、遺跡から出るには。多分そうだと思う。じゃあ探検するか。まっすぐ行ってみる。行ってみよう。でももしかしたらさ、ほらインディ・ジョーンズみたいに何かの仕掛けがあるかもしれないから気をつけてこう。ほら、やっぱりやばい、待って、トラップがあるんだ、ここ。気をつけて。ほっ、怖っ。左と右どっち行く。左。どうぞ。どうぞ。え、何本こんないじゃん。行くぜ。はい。お、イエーイ、強運ね、ひなこちゃん、強運すぎ、何本こんないじゃん、本当に。まあいいや、これ、なこれ、あー落ちたんだけど、私も。負け添え食らって、ひなこも。負け添え食らったよ。でもなんか、ま、当たった当たった、早く早く、もうねえ。バレーボールしないで、私で。はーい、はーいじゃないよ。とりあえずなんだこの空間。あそこ何か入ってると思うから見に行こう。ほ、コード記入5桁だって。と、白色の色付きガラスがあるけど。本当だ、これなんだこれ。だからって感じだね。あとこのボタンが経験値だ。まあ一旦向こう見に行くか。まだ解けなさそうだ。だね、そっち行こう。どうぞ。え、やだよ、私向こう先一人で行ったんだから。分かったよ。あぶねえ。あ、なんか赤いアスレチックあるよ。本当だ、やりに行く。これやりに行ってみるか。簡単じゃね、簡単じゃん。あ、頭打ちだ。頭打ちがある、見えないブロックがある、ここに。おい、はい、押します。何も変わってない、戻るか。まあ戻ってみるか。なあ、それで戻んなきゃいけないんだ、これ。で戻んないと大変なことになるよ、気をつけて。あれ、え、全然平気じゃん。え、あ、平気だった。はお前さ、ここも落ちるでしょ普通。わいわい、なんだよもう。次行こう、はい、あじゃあ、あの人。隣のエリア行ってみるか。行こう。青のアセチック、全部やればいいのか、こことここも。ほら、緑もある。あ、本当だ、ライトついてる、あそこ。あ、本当だ。私やり行こう、とりあえず。オッケー。ほ、え、わかった。何、あ、透明なブロックあると思ったら全然違うわ。ほ、あ、落ちた。届くの、届くか。え、届く、それ。待って、ジャンプが下手、あなたも下手。勢いよくこう行った方がいいかも。トントコトントコ行くか。うん、トントコトントコ行こう。オッケー、届いた。あれあれ、後ろ見たらいなかったんだけど。ほら、おいで早く。ちょっと待ってよ。ほっ、オッケー。流れで踏んだね、そして流れで踏んじゃった。あ、で、ランプがついたと、戻ろうじゃ。ほんとだ、これ大丈夫かな、これ行くよ。オッケー、あぶねー。そいで、安心だよ。大丈夫。なんで大丈夫なんだよね。これ絶対絶対落ちるよこれ。おぶねー、落ちなかった。なんだ平気じゃん。はい、次緑色のアスレチックだ。
ほほほ。それどうやってやってんの？ほ。あ、そうそう、お前コントローラーでそれできるとか、お前やばいぞ。あ、だってショートカットの2番目からやろ。あ、頭いい。プレ。え、お前それお前コントローラーでできるか、しかも俺よりも早く。やば。嬉しい。え、待って、悔しい。なんで俺ができないんだ、お前にできて。なんで俺ができないんだ。500年後。まだプチプチはたどり着けてない。ミイラになってる。もう普通に行きたいんだけど、普通に行くのもできないんだけど、なんで？むずくね？うわー、ここ使っちゃってたね。使っちゃって、3回目行っちゃったわ、今。オッケー、これもいけたっしょ。オッケー。どっか壁に色付きガラスが出現したようだ。お、マジ？これ、おり。あー！戻れる気しないんだけど、私。待って、行ってみるね。行ってみて。はっ、あ、戻れた。え、お前プロじゃん。アスレチックのプロじゃん。わーいわい、プロじゃないけど戻れた。嫌な予感する。あ、平気だ。強い。あれあれ、何落とそうとしたのにラグで。おい、お前落とそうとしてんだよ。バカバカたれ。いや、これどこかの色付きガラスなんかかんたらって言ってたの、多分ここだよね。あ、ついたね、色。緑と青と赤になってる。でも5桁だよ。5桁、あ、何個ガラスが使われてるかかもしんない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,21個。赤21個。1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,24。青はね、1,2,3,4,5,6,7,8,9個。オッケー。お、そしたらちょうど5桁じゃない。2,4,9,2,1。オッケー、これだ。答えはこれだ。よし、じゃあ入れます。今飛び込み選手みたいになってたよ。めっちゃ綺麗だったよ、着水。届かなかった。はい、なんでまたもう。面白い、ペッツさん天才だね。なんかゲートが開いてみたい。前に行けるようになった。さあ、もういいって。もうまたスカルクがあるよ。あれ、音鳴らしちゃいけないんじゃない？鳴らしてみて。ちょっとなんかマグマがある、見たいそれ。あっつあっつあっつ。めっちゃ。よいしょ、行こう。え、これ踏んでも平気じゃん。ねえ、お前。ごめん。そっかそっか。踏んだら音鳴って、ひなこちゃんが今飛んでったのか、俺じゃなくて。この野郎。あ、待って待って。あ、惜しい。くっそ。踏まないように行こうぜ。これスカルクブロック、古代のものだからね。あ、やば。えんだー。あ、熱いよ。まあ、慎重に行けば問題ない。慎重に行こう、慎重に。ごめん。慎重に行ってたのに。ダッシュオンザダッシュで行けないこれ。いや、今ね、飛んでみたらダメだった。足音もダメ系だった。よいしょ。な、え、なに、なんで、ねえ、ペッツ。え、コンが切れた。お、コン切れた。ひなこ、超えるか、超えるか。あー、ペッツ。ひなこー。じゃ、ギリギリまで、うん、これで行って、ギリギリでダッシュするわ。うん、多分それで行ける。割と手前の方からだって浮いても行けるから。ギリギリまで行くんだったら行っちゃえばいいけどね。あ、もう行けるじゃん、普通に。行くわよ。レバーやりましょうか。レバーやってください。はい。なに、待って、見に行きたい様子。気をつけて。おお、すごいことになってる。何今、俺ここでレバー引いたらギリギリ、このギリギリで助かった。やば、怖っ。何これ。おお。この野郎、置いてきやがって。ごめんって。でもこの部屋何もないね。あ、でもこっち行けるようになった、レバーで。オッケー。こっちはなんだ。うわ、なんかあるし、またはまだ行けないね。でも左から行けそう。うわ、これドロッパーじゃね。ほっ、真ん中行けないでしょ、どうせ。行けないんかい、やっぱ。え、どこ。
あ、理解。端から行くんだ。端からちょこんだ。オッケー、来た。オッケー、来れたよ。ねえねえ、待って、なんか大丈夫これ。いや、大丈夫じゃない気がするやばい、勘ぐっちゃうね、こういうの。せーので、あそ、待って、やめて、バカ。せーので走る。せーので走る、あそこにレバーがあるし、行くぞ、ひなこ。いいよいいよ。せーの、来てる？来てる、ひなこ。来てる。お前来てないじゃんね。あー、待って待って待って、あー、待って待って、戻る戻る戻る。ひなこ助けて。待って、こっち無理だ、ここも無理、ここも無理。あ、待って、無理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 。どうすればいいこれ。え、どうしようもない、死を待つしかない。はあ、はあ、はあ、あー、無理だった。一人ずつ行ってみよう、一人ずつ、一人ずつ行ってみよう。じゃあ俺ダッシュ行ってみるよ。これいけるか、これ。え、何も起きない。レバー下げてみて。はい。あ、どっかのゲートが開いたようだ。戻ればいい。まあ戻ればいいのか。あー、え、穴開いたんだけど、なんで。こっからやり直しなんだ。あ、気をつけて、ひなこ。こうだ。そうだ。そうだ。あー、え、え、お、お、え、やばい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 、死ぬ。あー、そんなドッキリある。もうなんかじわじわ系なんだけど、なんか死んだけど急に。ほい、ほい、オッケー、戻ってこれた。オッケー、帰宅。イグジット、おい、イグジットじゃねえじゃん、おい。ここからどうやって戻んの。お、お、危ねえ、危なかった、来れた、来れた、持ってこれた。おー、焦る。オッケー、ランプついたね。よし、あ、ここ行けるようになってるよ、ひなこちゃん。行こう。このランプがついたおかげで。え、あ、やばい。待って、タイミングわかんない、これ切り替わってる感じ。あ、切り替わってる感じだ。どこに行けばいいんだ、しかも私左から行くね。オッケー、俺真っすぐ行くじゃん。おー、気をつけて、ひなこちゃん。オッケー。あ、こっち伏せ、あ、いや、こっちなんかチェストある。俺、行けなかったかも。チェストあるよ、開くよ。開いてみて。オープン。ね、ネザライトブロックに設置可能の感圧板手に入れた。はい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 。ネザライトブロックどっかにある。いやー、あ、待って、なんだっけ、次。あー、違った。出たー。とりあえず奥行ってみるか。どこにいんの。あ、死んだ。死んじゃった。これ、どっちかな、真ん中でもなんか行けなかったかも。右かもしんない。じゃあ、右行くか。うん。あれ。チェストあるよ。あ、ほんと？ほら。あ、ほんとだ、ほんとだ。開けてみよう。うん。はい。キー、ネザライトブロック設置可能。同じだ。同じだね。先進んでみる、もうちょっと。多分こっちからならいけそう。あれ？戻ってきた、真ん中って一緒だ。あ、でもチェストある、また。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。危ない。鍵、ネザライトブロック。1個目、2個目、3個目。あ、で、こっから。あれ、いけない。いけないよね。じゃあこのネザライトブロックに設置しなきゃいけないんだ、どっか。ここもだって閉ざされてるもんね。一旦戻るか。あ、一旦戻ろう。え、ネザライトブロックなんてあったっけ。え、わかんない。あの部屋にあるのかな。でもこれ感圧板ってことは、あったあった。うん。あ、ここか。はいはい、オッケー。はい、押します。お、危ない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 危こうやって行けば安全かなと思ったけど。待って、ガラスだった。ひなこ、やばい、目の前にガラスがあって鳥みたいなことしちゃった。でもじゃあガラスドアだと間違えるもんね、たまに。いや、間違えない、何言ってんの。え、お、バカ、お前道作ってあげてたじゃん。でもこれで行きやすくない。行きやすい、めっちゃ。ここあと破ればいいだけで、ここ。オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー、来たぞ。オッケー、来れた。よし、じゃあレバーを押します。はい。どこかのゲートが開いたようだ。ゲートが開いた。あー、あー、どうした。なんもなかったじゃん、今ちょっとしばらく。え、これどこのゲート開いた。あ、機能が停止した。え、いいな、めっちゃ楽じゃん。めっちゃ楽だな。どこのゲートが開いた。あー、そー。ど
このゲット入った本当にもうそこだよ背中を向けてるから敵に敵だったのあ、こっちだえ、人いるよ何誰天使信じてください私は絶対嘘をつきませんオッケー、信じようトラップはありませんトラップがありますいや俺はこいつは嘘をつかなかったとしてもこの看板が言ってるってことはこいつが言ってるってことじゃないから俺はこれ嘘だと思うおおだから私信じるねトラップはありませんじゃあトラップあります俺は疑うぜせキャーあ待って待って待って俺も大変えモー君出てきたんだけど私だけもういや俺モー君に殺された俺ももう一回言ってみるいやもうとっとと言ってとっととレバー倒してみるオッケーオッケーはいあオッケーじゃないあ、い、あ、一回出たらオッケーなのかな反対も俺やっぱ看板は嘘をついてるってことだったんじゃないどっかのゲートが開いたようなお、開いた開いたあ、でこっちが行けるのかびっくりしただ看板は嘘をつくんだやっぱどっちも嘘だった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 気になるんだけど潜ってみていいこれめっちゃ気になる私もえ、いいよ潜ってみて何が待ってんのあ、マグマかえ、待ってこれどうやって行くんこれ革のブーツなんてあったっけどっかにいや、ないよねでもあれレバー倒したいよねいや、これ全部粉雪だうわ、全部粉雪歌わないでねえうるさいよじゃあブーツ探そうブーツ戻ろう一旦こういう時一回戻れば何かが発見があるかもしれないああったブーツあった天才どここっちこっちそっちかはいどこにあギャーうわお前わざとやっただろ今違う違う違う大丈夫だったもん俺え、なんでひなこちゃん持ってんのブーツ僕の手に入れたちなみにあった場所はどこえ、ここここここのボタンでブーツ手に入ったのかそうなんだっけこれってこれやったっけと思っていややってないなと思って押したらあった絶対わざとトラップ仕掛けただろ私に仕掛けてない仕掛けてないこの野郎よし、じゃあこれでうわーいスイ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 イエーイ余裕余裕えなになんでブーツあっという間になくなったんだけど今はレバー押したらブーツなくなったよじゃあまた取りに行くしかないねひなこちゃんが押してくれればきっと俺も手に入るキャーン意地悪よしこれででもチェスト取れるねおっおっ待って死んだ死んだ死んだおっぶね巻き添えパラダイスなんだけどよし取り行こうよし取りに行きましょうさすがに出口じゃないはいおお出口の鍵キーだやったーやった戻ろうこれ大丈夫返してくれるもうさすがにないよあーくそ罠だそれ知らないよ罠だ罠だそれは知らないってよし帰るぞひなここのとこもおさらばだお宝もないしオッケーおおやったお宝だお宝発見だ本当だお宝あったやった